君、あなたが抜けてしまったら D クラスに勝ち目はなくなるわ。現にヤバいんじゃねえの。体育祭に対しては真剣に取り組んでいたものね。けれど反省すべき点も多いわ。かしら、うっせえよ。そういう態度が問題なのよ。マジ説教かよ。ヘドが出んだよ説教は。運動ができりゃそれだけで体育祭は楽勝だと思ったんだよ。でも団体戦じゃ足を引っ張るやつがいるとどうにもなんねえよ。注目を浴びて尊敬っつうの、そんなものを集めてみたかったのかもな。ダッセーな。その考え方は間違いよ、うん、人がどうなるかは他人のせいにしていいことじゃない。自分自身が決めるものよ。どういう意味だよ。スポーツの分野であなたは秀でた才能を持っている。でも今のあなたは最低よ。現実から逃げ出そうとしている。生徒の皆さんはグラウンドに集合してください。戻れよ堀北。あなたを連れて帰るまでは戻れない。戻ってくるのを待つわ。串田、紐任せてもいいか。うん。串田、ちょっと待って、すぐ結び終わるから。お前だよな、 D クラスの参加表を C クラスにリークした裏切り者は。